専門的機械紙面清掃とは、スウェーデンの歯科医師、ペール・アクセルソンが提唱した、予防歯科医療の手術。アクセルソンによると、その定義は、歯科医療従事者によって行われる、歯科医療サービスで、プラークの選択的状況である。歯肉塩化1から3ト、mm、ルまでに存在する、プラークを機械的に操作するインストゥルメントと、復化物含有ペーストを用いて除去する。深い歯肉炎化、 プラークバイオフィルムを除去する場合は、抗議の PMTC と表現する。日常の歯磨きでは取り切れない歯石や、外来着色物、バイオフィルムを除去する。主に歯周病の予防、メンテナンスとして行われ、物色予防法である、高濃度フスソトフや 3DS などの前処置として、使用される。歯科医院において、歯科医師や歯科衛生士などの有種各社が、ブラシ、研磨剤、 超音波、フロストを使って、紙面を清掃する。PMTG 提唱者のアクセルソンは辞書の中で、PMTG とポリッシングは、明確に違うと記している。回転ラバーカップとプロフィペーストを使い、強側面、絶速面、広方面のいわば、ノンリスク面で、セルフケアによって、ほとんど1日2回磨いている場所を含めるような、予防処置やポリッシングは、 ペテンとみなして叱るべきと厳格に区別している。つまり、アクセルソンの UPMTG とはあくまでリスクのある部位を対象にしていることに注意すべきである。現状では健康保険が適用される、指摘除去に含まれ、実施の判断は歯科医院に委ねられている。一部の歯科医院では、独立した診療内容として扱われ、自由診療とされている場合もある。 2006年4月の診療報酬改定からは、報酬面からの若干の評価が行われる予定である。ありがとうございます。